はい、どうも皆さんこんにちは、フィンです。今回はこちらの野原工芸の歌手というシャーペンを紹介していこうと思います。野原工芸とは何かと言いますと、長野県に、ある茶筒や木の製品の製作販売などを行っている、ところとなります。まあ、そこで、こちらのシャーペンを買ったということです。そこではシャーペンやボールペンが、売ってます。でそのシャーペンやボールペンは一つ一つ手作りで作られていて、なので同じ木目は、どこにもないという世界に一つだけのシャーペンとなります。そういう点で本当に手残っていて、素晴らしいシャーペンだなと思います。そして、こちらの手入れとしては、革クリームやハンドクリームなどで時々磨くと、よりツヤと深みのある、シャーペンになるということです。こちら注文して1週間から2週間ほどで届きました。まあ本当に送料が600円ぐらいして高かったんですけどね、まあ奮発して買いました。そして入ってきた箱としてはこのような箱に入ってましたね。このような箱にこれに包まったという感じで届きました。この歌詞というのも、なんかこうここについてき、てました。そして袋は僕はこういうのでしたね。で中に入ってたのはこちらのパンフレットみたいなのとこの、まあ、手入れの仕方など取扱説明書みたいなのが入ってます。まあこちら簡単にまとめますと、まあ、手入れや、見分け方など書いてありました。でこちらは開くとこのようになっていて、このここに売ってるのが野原工芸で作ってる、製品となるわけですね。で今回僕が買ったのはこの木のシャーペンになります。で野原工芸はこのように、いっぱい種類があります。その中でも2700円のやつ、3700円のやつ、4600円のやつ、1万円のやつという幅広いジャンルで売ってます。その中で僕が買ったのは2700円の歌詞というシャーペンになります。で、この中で一番人気なのは欅のシャーペンになります。こちらですね。一番野良工芸がおすすめしてるのはこのクワといった感じですかね。で一つ一つ説明があってシャーペンの特徴や木の特徴などそういうのも書いてあって見てるだけでとても楽しいですね。そしてこの僕が買った歌詞はとても硬い木が使われていて耐久性が高いそうです。そして鉄道の枕木やスコップなどにも使われるそうです。そして僕がこれを買った理由にもなるんですけど商売繁盛や学業成就などの演劇となってます。だから、受験生の方やこれを使って勉強すると、まあ、少し良くなるんじゃないかなと思います。そして種類がありまして、このように分かれてます。細軸タイプと太軸タイプになりますね。で僕が買ったのは太軸タイプとなります。太軸タイプの重量は34から36グラム、細軸タイプは30から32グラムとなってます。とても重いんですけど自分の手にフィットして結構いい感じですね。購入理由なんですけど、まあ、デザインがとてもかっこいいということと、木軸シャーペンが欲しかったということにもなります。そしていろんな方の動画とか見て欲しいなとずっと思ってたので、この機会に買いました。で書き味はカチカチした感じですね。まあちょっと言い方悪いんですけど、似ているシャーペンはジェットストリームの4プラス1のシャーペンに似ています。何が似てるかと言いますと、なんかカチカチした感じがとても似てますね。決して書きにくいということではありません。とても書きやすいと思います。そしてこちらダブルノック式なので、シャーペンの先が折れる心配はないんですけど、まあ、落とさないようにするのが一番だと思います。そして
他の方も言ってるんですけど、1回に出る写真の量が結構少ないですね。結構ゆっくりなんですけど、他のシャーペンだと結構早くいくんですけど、そういうところもあります。で、まあこちらテストの前日に取られたんですけど、これでテストやりました。それで、まあ自分の印象としてはなんかしっかり書けるといった感じですかね。重いので長時間はあまり向いてないかなとかって思うんですけど、まだ全然使ってないんでわかんないんですけど、今のところはそんな感じですね。また、思ったことがあったり伝えたいことがあったらまた動画撮って、皆さんに伝えようと思います。結構おすすめです。そして野原工芸はいろんな種類があるので、じっくり見て、自分に合ったのを買って、この金と銀も選べますし、細軸太軸も選べますし、自分に合ったシャーペンを買うのが一番いいかと思います。これからどんどん使い倒していこうと思います。ツヤ、など出るのも楽しみなので、そういう点でもとてもいいシャーペンだと思います。質問などありましたらぜひぜひコメントください。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。